お久しぶりです。それでは始めましょう。マンデーナイトフットリコ。こんばんは、フットリコです。フットリコは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーターによるおしゃべりや解説でお届けしています。はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポみんなで楽しめる番組を目指しています。はい、フットリコは X の音声配信機能スペースでの同時配信、 Spotify、Apple Podcast などのポッドキャスト、 YouTube でのアーカイブ配信も行っていますので、こちらでもお楽しみください。はい、はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、ナリです。よろしくお願いします。お願いします。はい、アキラくんお願いします。風の吹くまま木の向くまま、ささりのサポーターアキラです。よろしくお願いします。はい、以上の2名でお送りいたします。はい、はい、いつもの願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひ X でつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはフットリコ、FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってると教えてあげてください。クラブハウスや X のシェアボタンから番組を共有していただけると嬉しいです。はい、はい、最後にクラブハウスアプリのハウスのご紹介です。ハウスメンバーになっていただくとフットリコについての通知が行くようになりますので、ぜひお願いします。アプリの一番上のフットリコの文字をタップして、ジョインフットリコというボタンが表示される方はまだメンバーになられてないので、ボタンを押してメンバーになってくれると嬉しいです。はい、はい、ちなみにフットリコ現在のハウスメンバー数は820名です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと2回ほどね、1回は急遽ですけど、はい、はい、お休みをいただきまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。いや、はい、しっかり風邪ひきましたねこの1週間の間にね。何それ。生活リズムがずれたらってこと。まあ、この寒暖差ですよ。あ、はい、まあ、自律神経やられますよね。それはねっていう、はい、そうですね。はい、皆さんも気をつけてくださいね。はいはいはい、ではでは、ふっとりこ久しぶりに始めていきたいと思いますけど、どうしようかね。名古屋戦の話もちょっとします。ちょっとだけしますか。ごめんね三谷君。ルヴァンの準決勝第2戦の名古屋戦が先日開催されまして、点数としては 2-1 での勝利となったものの、トータルスコアが4対2あれ合ってる4対3じゃないですか。あ、4対3か、4対3だよね、はい、そうだよ、はい、で敗退となった、はい、ということですね。はい、はい、簡単に感想をじゃあ明らかお願いします。いやー、まあもうね、1週間以上経つのであれですけど、いや惜しかったですね。あの当日はトヨタスタジアムまで見に行ってましたけど、いやー前半でねもう1点取れてればワンチャンだったなって感じがする試合内容だったんですかね。はい、まあ、それでもまあ1点取られちゃってもまた、まあ、跳ね返せたっていうのは久しぶりの試合だったんで、試合単体で勝ったんだなっていうのはなんか帰りの道で思い出したぐらいの感じだったんですけど、まあ、でもそういう試合ができたのは一つ、ポジティブに捉えたいとこですよね。タイトルは1個なくなっちゃいましたけどもね。はい、まあ、ただなんか、このリーグ戦の状況の中で、まあ、タイトルが2つ残ってた、でまだ1個残ってるっていうのはなかなか不思議な状況だなっていうのはあれだと思いますけどね。いやー、でも勝ちたかったな。はい、そうすれば、まあなんかもう一つ、こう、いいきっかけになったかなと思いますけどね。はい、まあそこから切り替えてっていうところでしたかね。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい。僕も、この試合はトヨタスタジアムに、まあ、急遽行くようにして、美味しいもの食べたりしながら、はい、スタジアムにも行きました。はい、いや、いい試合だったんじゃないですか。なんだろう、試合盤面上のこととか、サッカー競技としての試合のことはちょっとあんまり思い出してないというか、思い出さないというか、あんま分かってないですけど、雰囲気として、まあ、ゴルアニだっていうのはありますけど、すごく勢いも感じられたし、
ピッチに集中して、そのね、残っている可能性にかけて全力を尽くしている姿はすごく感じたし、まあ、ある程度その中身、試合の中身もシンプルに整理できてた部分もあったと思うので、なんていうかな、そのあんまりその変なノッキングというか、そこみたいなのはあんまりなかったかなという気もするし、そうですね、のびのびとね結構やれてたんじゃないかなと思いますね。まあ、追い込まれたからっていうのも一個あるし、あの1点がな、そうですね、本当に、いや、山岸をうまいと捉えるかどうかってとこですけど、それで思い出した、あの試合はあの長谷川健太監督が勝負に勝った感じですね。あの川面選手がね、相手のディフェンダーのなんかちょっと負傷気味で変えたじゃないですか、一回中山選手に。それをさらにこうハーフタイムで山岸に変えてくるっていうね、これはなかなかの勝負だなって思って見てたんですけど、まあ、まんまとそれにやられちゃったなって感じがしましたね。そうだね、試合後のコメントでもそんなこと言ってましたしね、はい、まあ、山口オプションは考えてたのかもしれないけど、あのタイミングとは思わなかったです ね、使ってっていうね、それを犠牲にその、ね、交代枠犠牲にしてもっていうところもね、そうなんですよ、いやそんな感じのね、肩でしたっけねみたいな、結構勝負するなこういう時って思いましたね、いや、ね、敵ながらあっぱれだと思いますよ、いやそこは、だからそういう、ね、その対局的に見た試合の経過としても結構面白かった試合になったんじゃないかなって思いますよね、いや惜しい、ね、まあ、でも本当にね、数値高めになりましたからね、この人員状況だったりで、まあ、ここまでいけたこと自体はね、すごくまあ、まずは小さい手応えはあったのかなとも思ったりしましたね。はい。そんなところですか。とりあえずそんなもんですかね。はい。あ、そう、この試合さ、そう、週末じゃないですか。はいはいはい、で3万入ってるんですよ、豊洲に。入ってましたね。ホームアンダーウェイの差が激しくね。それはね、もういばないお約束ですよ、平日週末ってさ、ええって思いました、ちょっとそれは有利すぎないっていうはい、レギュレーションの話でした、はい、はい、レギュレーションそんな感じですね、はい、名古屋頑張った、はい、の後の新潟戦の話です、そうですよ、からのですよ、はい、はい、では一つ目のちゃんとしたトピックです、10月18日金曜日、2024明治安田 J1 リーグ第34節アルビレックス新潟戦は0対0のスコアレスドローとなりました、はい、はい、明君お願いします。ねえ、試合が終わって調べてびっくりしたんですよ、31試合ぶりの引き分け、しかも最後に引き分けたのはアルアインセカンドリーグ直前のアウェーアジスタの FC 東京戦でした。あ、はいはいはい、渡辺大輝がね、あの2回目の脳震盪やっちゃったあの回ですよ、 あそこからなんと実に半年近く引き分けてこなかった、いやびっくりですね、アタッキングだね、そうなんですよ、しかもスコアレスドローってなるとさらに10試合前なんですね、4月の、川崎戦、ホーム川崎戦、あれが、41試合ぶりのスコアレスドローになりまして、いやー、なんかこう終わった後ね、どうしていいんだろうみたいな感じになりましたよね。すべての音が止まった瞬間あったじゃないですか、スタジアムで。引き分けるってこんな感じだったっけみたいななっちゃって。ねえ、何かしらの反応が毎回あったじゃないですか。それがピタって止まるっていうのがなんか不思議な感じがしたっていうかね。いやー、まあ試合そのものはなんていうんですかね、お互いにこうよろしくない状態だったんだなっていうのを感じるし、特にまあラストサードですよね、ゴール前のところの、まあ、動きというよりは、まあ、精度というか、なかなか枠に飛ばなかったっていうのがありましたしね、あとはなんか最近マリノスさん審判の運に恵まれないですね、なんとも消化不良なジャッジが多く、いやこれどうなるのこの試合みたいな感じで見てましたけど、まあそんな中で
少なくとも負けたくないんだなっていうのは感じましたよ、チームのやり方を見てて、うん、リスクを取りに行くよりは、まあ、着実にやりましょうよっていう向きとか結構多く見られたかなと思いますね、うん、で、まあ、実際その通りやって、まあ、知ってもしなかったわけだし、そこは、まあ、合格とまでは言わずでも9大点ぐらいにはなるんじゃないかなと思うし、で何より今のこの状況、勝ち点を落とすことの方がリスクが高いので、うん、ちゃんと、まあ、痛み明けですけど1拾ったのは、ベターじゃないですか、ベストではないと思いますけどね、はい、まあただなんだろうな、後半の後の方、まあ、名古屋戦の焼き直しみたいになりますけど、チャンスが増えていった時間に、まあそうだな、攻撃の回数はともかく決めきれなかったっていうのがね、やっぱりまあポイントですよね。ここ最近のマリノスずっとそうじゃそうですけど、まあこれ以上望むのは難しいのかな。ACL も天皇杯の準決勝も控えている今のチームで、まあ、確実に結果が欲しいってなると、まあそっちを優先したのかなって感じはしたけど、でもなんかこういろいろ痛くなるよね、正直あの試合はねって感じですね、はい。まあなんかこの試合単体で見極めるのが難しいかなと思ってて、これはもうシーズンの終わりまで待たなきゃいけないかなっていう気はしますね、はい。いやーでも、ここで拾った位置が、まあ、意味のあるものにしていかなきゃいけないし、まあ、そういう風に繋いでてほしいなと思いますね、チームはね、はい。あの日も1万8000人ですか、かなりの新潟サポーターの方々がいらっしゃってね、かなり人数の割には、いい雰囲気になりましたけど、うん、まあそんな中で勝ちたかったなっていう感じですかね、はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、新潟戦の感想ですけど、特になしみたいな。あきらくん方式を採用したいんですけど、はい。いや、そうですね。何も起きなかったなって思っちゃいましたね。いや、その勝ち点1を取る、違う、あ、まあそうね、まあ、これから勝ち点1を積み重ねるための、取り組みを開始した最初の試合ですよっていう位置づけならいいんですけど、なんかでもちょっと前までいやアタッキングだって言ってたりするので、なんかその戦線がそのどういうその捉え方をしていて、そのどういう望み方をするのかっていうのがなんかいまいち分かんなくてというか、毎回違う感じがすごくしているので、あ、今日こんなんなのみたいな、そのこの先もうそういう戦い方をするんですよっていう割り切りが見えてれば、なんかまあその難しいね、そのつもりで行くけど、そのつもりじゃ、こっちはそのつもりじゃなかったのにみたいなのがやっぱりちょっとあったんですかね。そうね、困ってますね、成さんね。珍しく困ってますね、ここまで。そうね、まあ、あんまり結構これまで見た試合の中でもスタジアムで何してんだろう俺みたいな感覚ちょっとありましたね。あの試合を楽しめる人は結構マゾだと思いますよ、ね。僕もこんなこと言ってますけど楽しくはなかったし、まあかなり好意的に解釈してこんな感じっていう話ですからね。まあだからそれ、まあそれをその俺らがその腹くくってないのか、いやでも難しいね。結構サポーターの中でも多分今ちょうどこの現状ってさ、捉え方結構分かれている気はするので、分かれてますね、特にリーグに対する考え方、だからまあそれぞれのね多分考え方が、あ、ちょうどブレール、そのね、残留争いなんだかそうじゃないんだかみたいな捉え方がありますけど、
まあ、その人によってね結構その何を見にスタジアムに行ってどういう、まあ、ゲームが展開されたかっていうのの、まあ、反応が違うのかなっていう気はしますね。で僕は結構まあもう終わっちゃったみたいな感じでしたね。はい、どうぞ。この試合結果を受けて、うん、残留ほぼ決まりだろうみたいな論調が一部でありましたけども、うんうん、僕はそうは思えなくて、うんうん、試合が終わった時から思ってたんですけど、うん、まあ、その後ジュビロ磐田が試合をしてね、現状そこが残留ラインだと思うんですけど、はい、磐田勝っちゃったじゃないですか、うんうん、あれを見て、いやちょっと心もとないなこの差って思ってるんですよね、正直ね、うんうん、まあでも1拾ったことで、もう1勝すれば結構3詰めればね、そこそこに安心できるところにはいけるんじゃないかなと思うんですけど、うん、んーでもなんかまだまだそこそういう状況なのかなっていう気はしてて、そう、まあだから順位を見ちゃうとね、ええ、だけど順位はそうなんですよ、かなり上ですよ、勝ち点と消化試合数を見るとちょっとまだね余談と、あと対戦相手ですねマリノスは、そうなんと下位だらけなんですよねえ、これがびっくりで、いやだからみんな全力できちゃう、そうチャンスといえばチャンスなんですけどね、今ね、はい、はい、まあそうですね、はいはいはい、うん、ねえ、まああのエウベルトップ下ですか、やってましたね、下というかそうですね、トップ中盤の真ん中、はい、アマジュンがボランチよりフリーマンみたいな、そうですね、感じでしたけど、まあね、うん、それもちょっとなかなかうまくいかなくて、あ、まあね、まあね、それがはまんなかったこともやっぱり来てますね、うん、気持ち的にまあみんな出ずっぱりじゃないですか、うん、みんな出ずっぱりでやってる中で、まあ、真ん中に置いといたって結局左に流れていくのがエビルだったしみたいなのを見てると、まあ多分に負荷調整の面もあると思いますよ。ああなるほど、真ん中に置いとくことで相手のマークがね、はいはいはい、みたいな話があったりするじゃないですか、サイドに置いとくよりも確実にその1対1仕掛けるみたいな場面が減るわけで、そうすると多少はその負荷も変わってくるじゃないですか、で実際45分で下げてるしみたいなののやりくりも含め、現状できることをしようとした結果だとは思います。まあ、それはもう全ての試合でそうだと思いますけどね、まあ、でも特に確かにねこういう試合は多分後から振り返って意味が出てきたりする試合、うん、そうなんですよ、であることは確かだね、確かにそうだね、ただスタジアムにいるその時点ではそんなことを、ね、なかなか頭の周りもないので、うん、いやーってなるのが正直なところですよね、なんかいやーってなったその気持ちのままその試合を消化しちゃうのはもったいないんじゃない、うんうん、っていうのが最近増えている気がする。なるほどね。ええ、12月の8日までまだまだいろんなことが起こりますからね。はい。はいはいはい。まあだからこの後の厳しい試合のためのオプションを試して部分があったりっていうところがね、結果、うん、振り返ったらそうなっていたりすることは確かにあると思うので、まあそういう試合でしたと。そう。だって何かを仕込もうったって中に中さんがデフォなんですよここ最近。いやそりゃあさっていうのと。久しぶりにできた中4日をどう使うかって、うん、まあそりゃコンディションだよねってのも分かるしみたいな、この天秤のかけ方って、うん、難しいよねって感じ、まあ外から分からんしね、っていうのもやっぱ我々は、うん、どこか冷静になったタイミングで差し引いてみる、うんうんうん、瞬間を持ってもいいんじゃないのとは思いますね。はいはい、そんなところにしましょうかね。はい、そうですね。皆さん新潟戦良かったところ教えてください。はい、ぜひ。それでは、小ネタに行こうと思います。はい。溜まっているので簡単に行くと、一つ目が、2025シーズン席割りチケット価格、および2025シーズンチケットトリコロメンバーズ2025概要のお知らせについて。はい。来シーズンの席割りチケット価格およびまあ C チケ
取り面の概要が出ましたね。まあ、うん、既存会員の方は書面でも来ていると思いますが、まあ、概ね変更ございませんという形でした。はい、で、CHKだけ、あれですね、なんていうの、最初に払うお金がちょっと高くなりますね。なんでかというと、対象試合が増えるからですね。そうですね。はい、何試合増えるんだっけ？一応、あれですよね、19試合全部日産でやる想定ですよね。うんうん、あ、そうだそうだそうだ、あ、そうか。っていうこと大きいよね。そうか。あれなんかあるんだっけ？特にはないんですけど。特にはないけど、あれがあれだから、三沢を使っているあのクラブがあれなので。まあでもゼロなんだね。まあまあまあ。まあまあ、想定ですから、まだまだ。はいはい。ここから増減は全然ありますからね。増減というか、減か。はい。はいはい。はい、あと取り面の方は、あれですね、得点の方が公開されてましたね。はい、来ましたね。はい、好きなものを、ね、選んでまた、はい、得点だけで、大体元が取れるゴールド会員ですね。はい、おなじみの、ね、やつとかね、はい、ついてきますからね、はい、ね、ぜひぜひご検討いただければと思いますね。はい、はい、そうですね、期限とかだけ言っとく、シーズンチケット、受付期間は、年間固定席会員の継続受付が11月1日金曜日12時から12月9日、月曜日23時59分まで、はいはい、で、都度会員の、都度会員、あ、都度取得会員の一般受付が、11月1日金曜日の12時から、3月31日月曜日の23時59分までとなっているということだそうです。うん、はい、固定席はね、継続受付の後に、はい、優先一般受付ですね。はい、で取り面の方は、優先、プレミアム会員ですね、50名の、継続受付が一緒かな。そうですね、11月1日金曜日12時から11月15日金曜日の11時59分まで。こっちが結構早いんだね。はい、そうですね、2週間で決めろっていう感じですね。はい、継続する一番高いのにな。はいはい、でその後、一般受付が15日金曜日12時から、12月17日の火曜日23時59分までとなっていますね。で、ゴールドレギュラージュニア会員は11月1日金曜日12時から8月31日日曜日、シーズン中も受付ですね、はい、までとなっているそうです。はい、はい、早めに申し込むといろいろもらえますので早めに申し込みましょう。はい、早めに申し込むとクラブはお金が大変助かると。そう、資金繰りが大変助かると。そう、試合がないからね、その時期はね。はい、はい、現金くださいと言ってました。はい、はい、じゃあ次いきます。はい、グッズをちょっとだけやりましょうかね。2024プレイヤーズグッズ第5弾受注販売のお知らせ。うん、はい、2024プレイヤーズグッズ第5弾の受注販売を本日10月17日木曜日12時より開始いたします。選手のイラストが大集合のブランケットやスクエアクッション、推し選手のグッズを飾りながら収納できるウォールポケットなどのプレイヤーグッズを受注販売いたします。ぜひこの機会にご購入くださいということでいっぱい出てますが、注目は何といってもプレイヤーズビッグクッション2万2000円ですね。はい、うん、全30、あ、マスコットもいるんだ。いますね。じゃあ、マリンちゃんとさ、お子様たちは一緒に寝れたりするんだね。いいね。そういうことになりますね。はい、マリンの助もいますよ。はい、結構いろいろ買う、買わない、買えないとか、置けないとか、いろんな話があるみたいですけど、はい、買いましょう。はい、で、次が10月19日土曜日、バーバパパコラボ商品販売のお知らせ。はい、フランスマリの人気キャラクター、バーバパパと横浜 F マリスのコラボレーションアイテムを10月19日土曜より数量限定で販売いたします。トリコロールのパラソルをバーバパパらしいデザインで表現したアイテムをはじめ F マリスならではの、コラボ商品が揃いました。また発売日当日はスタジアムショップにバーバパパが遊びにやってきたそうです。はい、うん、先着でオリジナルステッカーのプレゼントもございますので、ぜひこの機会にお買い求めくださいということで、この前のね土曜日から発売してますね。で、T シャツ、フェイスタオル、ハンドタオル、ポーチ、トートバッグ、ソックスなどなどございますが、かわいいですね。はい、バーバパパ、バーバパパって、あきらくんは知ってる、知ってるよね。僕、絵本読んでましたよ。どうやった？絵本がね。はい。トリパラかわいいですね。
はい、あいいっすね。これ もうちょっとなんか展開できんのかな、なんかなんでこのタイミングっていう感じなんですけど、それもね、あ、そうそうそう、だし一応単独だよねのはずですね、うん、タクラブやってないよね、うん、まあ、バーバパパがね、ご来場いただいたぐらいなんで思った以上にバーバパパでしたね、写真見ましたけど、リアルだったね、はい、これもうちょっとなんかシールが欲しいですね、うん、シールはもうないですねでしょうね、残念、はい、こちらもね、はい、まだオフィシャルウェブショップの方では在庫あったのようなので気になる方は確認してみてください、はい、はい、であとはトリコロマンスタジアムショップハロウィンキャンペーン開催のお知らせ、いつものやつですかね、うん、これもね、はい、そうですね、10月19、20、26日土曜日、27日日曜日の合計4日間対象商品の購入でプレゼントがもらえるハロウィンキャンペーンを開催いたします。ぜひご来店いただきトリコロマンスタジアムショップでのハロウィンをお楽しみくださいということで、いっぱい買う と、ハロウィンシールがもらえますってやつです、はい、3300円以上を対象商品買うとステッカーがもらえるそうです、はい、で次回の開催が今週末26日土曜日と27日日曜日になっています、はい、うん、マスコットキーチェーン、ハロウィンマリノスくん、ハロウィンマリノスケ、フェイスタオル秋、顔はめタオルマリノスくん、マリノスケマリン、横浜 F マリノスオリジナルクッキーというのが対象になるそうです、はいはい、のでこれも結構毎年、ね、買われてる方いらっしゃいますね。そうですね、シールいいな。はい、こちらも、はいはい、欲しい方は忘れずに今週末行ってみてください。ぜひ。はい、ではですね、あとはトリコロールメンバーズ限定11月2日土曜日練習見学＆フレアイベント開催のお知らせ。はい。はい、11月2日に F マリノススポーツパークにて、トリメンの方を対象とした練習見学と選手とのフレアイベントを開催いたします。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしておりますということです。はい、こちらの応募期間が、木曜ですね、24日木曜の23時59分までとなってますので、興味ある方はお忘れなきよう、当選者のみ金曜18時を目安にメールで当選が来るそうです。はい、はい、11月2日ねです。残念だね。はい、行けなかった日ですね。行けなかった日です、ね、そうです。はい、この週なぜか暇なんです我ら。この3連休ホーム浦和戦の後ですね、はい、ホームブリーラムの前、そうですですね、はい、はい、でちょうどね選手が1週間中1週間になるチームだったりするので ね、はい、そこは選手にもね力を与えてあげてほしいですね。はい、はい、じゃこちらも忘れなきようにしてください、はい、では、明日の試合になります。AFC チャンピオンズリーグエリート2024-25リーグステージ第3節3投対3戦が開催されます。はい、1勝1敗で得失点差ゼロになぜかゼロになりましたね何回言ってもちょっと面白いですね、はい、になっております我がマリノス、12チーム中の8位以内に入れば、次のステージに進出になりますのでね、はい、はい、ではあきらくんプレビューの方をお願いいたします。はい、ということで、何度目だ三投対三戦でございます。この1年でね、5回目になるんですよね対戦がね、はい、なのでなんかそうなんですよ、実は大して言うことが変わらないんですよ先に言いますけど、うん、はい、まあ、まずはあの昨シーズン実は2位で終えて ACL エリートに来ておりますと、うん、で基本のシステムが442なんですけど、まあ、守るときは532みたいな、よくあるパターンですよ、うんうんうん、そのやり方して守ってきます。で、1試合前が天津を相手に 4-1 ホームだったかなって勝ってますね、うん、はい、で、まあ、そんな3投なんですけど、天津戦の映像がちょっと見当たらなかったので、うん、ACL エリートの神戸戦をちょっとだけ見てみましたあの神戸戦、はい、はい、あの神戸戦でございます。はい、ですね、まずまあ、あまり変わらないっていうところで言うと基本的には、ショートパスというよりはロングパスで、守って引いて、あとはカウンターでよろしくみたいな、まあ、
あのよくあるというか昔ながらの中国クラブみたいなやり方をしてくるチームですね、うんうん、なので、まあ、その点合理的レーショナルですね、はい、あの前線のクリザンがやっぱり残ってまして、彼一人に関してはとてもクオリティが高いので、うんうん、まあ、そこに当てるとか、まあ、なんとか彼にシュートを打たせるような感じで、やってくるというところが一つあります、うんうん、で、まあ、もう一つ、まあ、あの変わってないというところで言えばデュエルですね、球際の激しさ、うん、まあ、ここはもう相変わらずといった感じですかね、はい、なのでまあ1対1がかなり重要になる試合です。まあ、ACL らしいといえばらしいですかね。まあ、その中で、まあ、激しい試合になるでしょう。特に3頭のホームなんでね、覚えてますよね。2試合やりましたけど、どっちもかなりアウェーな雰囲気だったと思います。うん、まあ、そんな中で、まあ、アウェーでね、勝ち点3が取れるとかなり大きい、うん、大会のフォーマットになってますので、うんうんうん、まあ、それを狙いに行くためにも何が必要かと言われれば、まあ、沈着冷静落ち着いていることかなというふうに思っております。1対1がメインとはいえ、逆に言うとそれで剥がせるところ、うんうん、個対個でやるからこそ組織で剥がせるところみたいなのも当然出てくるし、まあ、そういうやり方をして勝ってきているじゃないですか、うん、なので、まあ、そのやり方をね、やるだけかなと。でもっと言うと、まあ、この間の名古屋戦の復讐みたいになるかなというふうに気がしています、ね、うん、特に初戦あの時のあの感じに、まあ、近くなるんじゃないかなっていうような感じはします。で連れてってるメンバーが結構なかなかガチ面が多いなっていう印象なので、うん、まあ、これでどういう選手采配をしてくるのかもう一つ見どころになるし、あとは、まあ、この新潟戦のやり方ですよね、これを踏まえてくるのかどうかみたいなのも、まあ、一つポイントかなと思います。でこの三等戦が終わった後は中4日で、今度はガンバとの準決勝、天皇杯準決勝も待ってますから、うんうん、まあ、それを見据えた戦い方にもなるのかどうかっていう点で、まあ、普段のマリノスひょっとしたら違うやり方もしてくるかなっていう可能性もありますので、まあ、そういう意味では見どころの多い試合かなと思いますね、はい、ここで勝ち点3取れると ACL エリート的にはとても大きな試合になりますので、夜9時からキックオフになりますけれどもね、はい、おのおのの場所、まあ、特に佐藤行かれる方はというかもう行ってると思いますけどね、はい、気をつけて行ってきてください。以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、監督さんはベンチに入れない、そう、その話ね。監督はなんとその神戸戦でですね、試合終了間際の裁定判定にちょっと納得がいかなかったようで、一悶着あったんですよね。Y の概のありまして、なんか主審の指示に従わなかったなんだったかで、ベンチから離れなくて。一回下がったと思ったらまたできてまた座り込んじゃってみたいなことをした結果6試合の出場停止になりました。 AFC やるやん。はい、6試合というとですね、リーグステージの残り試合全部ですね、うん、なので当然このマリノス戦も含まれております、うん、さらに同じ試合で同じ揉め事の中で審判を殴ってしまったコーチがおりまして、そのコーチに至ってはなんと10試合の出場停止になっております。なので、まあ、仮にですよ、サウジアラビアまで行って、決勝まで行かないとそのコーチはベンチに戻ってこれないっていう、うんうんうん、判定になりましたと。まあ、そんな困難なので、相手もちょっと普段と違うかなっていうところは、補足して付け加えておきたいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。もうなんか始まる前から荒れてますけど、うん、なんかそれがなんか変な逆のパワーにならないといいよね。いや、そうなんですよね、こういう時は ね何が起こるかわからないですからね。それですごい選手頑張っちゃったりしたらね、嫌ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、アウェーゲーム情報というほどのことは何もすいませんないんですけど、そもそもね、行動が結構制限されるようですので、まあ、気をつけて現地の方はね行かれてほしいかなと思いますけど、日本時間でいう21時キックオフになってますね。現地20時、はい、
はい、当日の天気ですが、一日晴れで最高気温15度、うん、最低気温9度となっているそうです。はい、あれでしたね、千葉さんがツイートしてましたけど、うん、マリノスの、あの現地めちゃめちゃ寒いみたいな、はい、寒いですね。この次の日がもっと寒いのかな、確かに、はい、なので行って帰ってきてだね、大変だね。そうですね、寒い分には動きやすいんじゃないかなと思いますけどね。もう3日間いるの、はい、2日間3日間試合翌日に出たんで、うん、今日が3日目じゃないですかね。そうだよね、うん、はい、なので、まあ、そこは順応されてるかなと思いますけど、はい、まあちょっとね、風邪ひかないでほしいですね、うん、ね、みんな、はい、まあ、いい結果をね、ぜひ持ち帰ってきてほしいと思います。はい、はい、という三島対戦戦、明日21時キックオフになります。はい、本日のトピック以上になります。はい、それではお願いいたします。はい、ミックスゾーン出てこいよ。はい、ありがとうございます。はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マリノス関連、パートナー、スポンサー様関連のタレコミなどお話しいただけるコーナーです。我こそという方はアプリ下の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしてます。あす、早速、はい、はい、よいしょ、ちょっと待ってね、はい、よいしょ、こんばんは。こんばんは。こんばんは、ウストリです。どうも。はい、どうもどうも。お疲れ様です。お疲れ様です。先週末かな。はい。フットボール映画祭。おお。はい。ご来場いただきましてありがとうございました。はい。で、おかげさまで入場者数も昨年の 10% ぐらいかな。ちょっと増えたということで。あらまあ。非常に盛り上がったイベントになりましたので、まあ、特にマリサップの皆さんにはたくさんの方がおいでいただいたので、ありがたかったです。で、まあ、うん、見た方は分かると思うんですけど、トリコールガレージさん、うん、非常に評判がよろしくて、あれね、すごかったですよ、見に来ましたけど。はい、高橋陽一先生にも認識されてますんで、すごい、マジですか。はい、ちゃんとご覧になってましたよ。すげえ。はい、本当にありがとうございました。また、はい、来年に向けてまた動き出してるので、はい、はい、ぜひご来場いただくとともに、マリサポスタッフ3人しかいないんでもう少しちょっと増やせればいいかなぜひご相談またしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、そう、名古屋戦の、ね、前日に行ってきたんですよ。うんうんうん、用事からの帰り道だったんでね、あれだったんですけど、すごかったっすね。うん、もう一方、手が合ってますかね。ちょっと待ってください。はい。はい、あこんばんは。あ、聞こえますかね。こんばんは。はい、聞こえます。こんばんは。あれ聞こえますか？聞こえますよ。ウストリさんの後でもうだいぶ喋っていただいたんですけど、はい、先週ちょうど2日間ですね、たくさんの方に来ていただいて、はい、ありがとうございました。あとその前にもいろいろと X の方にポストしていただいたりとかして、いろいろ皆さんにもご協力いただいて、いろんな方に見ていただいて触っていただいたので、でも楽しい2日間になったので、はいはいはい、場を借りて俺を言いたいと思います。ありがとうございました。はい、いや、すごかったですよ。あ、本当に重ねて申し上げますけどありがとうございます。あれはね、見た人が本当にびっくりする、いや、圧巻の景色というかあんなにミニカーのバス並ぶんだなって思いましたもん。意外そうなんですね。自分の家でも並べたことなくて、並べる機会がなくて、実際、あの場で初めて、
全部並べるのを見たので、さすがにちょっとやばいなと思いましたけど自分でもねえ、だってあれですもんね、いやいや、その選手バスだけじゃなかったりするじゃないですかそれ結構タサポさんびっくりされてたりしますよね。そうですね、まあ一応、まあ、選手バスメインでやったんですけど、はい、うん、意外とマニアックなチームを追ってみたのであのバスの上の文字とかもすごいですよね。ああそうそうそう、はい、ね、そう、意外とそれを皆さん言ってくださって、いや、普通に見てたら僕らそのアウェイのサポーター全然知らないのが結構いっぱいあるから、ちょっとびっくりしました、ね、そうですね、うん、意外と X では皆さん他のチームのサポーターの方も教えてくれるので、うん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 、だいぶ情報が集まってくるようになったかなと思ってます。今後の展望などございます？いや、だいぶもう作りきったので、まあ、あとはぼちぼちありつつですね、はいはい、ちょっとゆっくりしようかなと思って、はい、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、ガレージトリコロールのエビさんでございました。はい、ありがとうございます。そうですね、それで言うと港祭もね、はい、うん、出店の方、ブース出店の方がね、始まっ、あの募集が始まっていますからね。ええ、これが25日金曜までの受付ですかね。はい、まあ、今週末になりますので、うん、出店を考える方はぜひご検討ください。なんかちょっと、あれですよね、あの前回の港祭でどういうブースがあったっけって、なんか僕もちょっと忘れかけてるんで、なんかもしよかったら、こういうブースでして出てましたよみたいなのが分かると、なんか出しやすかったり。うんうん、それかもなんて言ってみました、すいません。いや、まあ前回すごかったですからね。そうね、あのハンドメイド、ハンドクラフト系の方もいたしとかね、はい、うん、本当にバラエティーとかでしたね、いろいろありましたね。いや、難しいですね、はい、はい、そちらもぜひご検討ください。あとはあ、はいはいはい、天皇杯準決勝が、まあ、大阪戦のラインの順番待ちがあります、うん、春さんからいただいてます。10月25日金曜日8時朝8時から26日土曜日の17時までが受付期間となっております。ゴルラがね、確か自由席なんですよね、うんうん、はい、こちら行かれる方はぜひ LINE の方で順番待ちエントリーをしてみてください。とですね、まあ、その次の話になりますけど、うん、決勝のチケットが出るんですよね、天皇杯。あ、決勝、一応ね、はい、一応、うん、はい、先行抽選が、試合日の翌日28日いっぱいまで、うん、抽選の受付がされております、うんうんうん、で、チケット JFA だけなので会員登録が必要なんですけれども、まあ、そちら申し込むと、まあ、一般販売よりも先にチケットを手に入れることができるというふうになっております。まあ、場所はね、国立競技場になっておりまして、JFA のサイトでも確か席割りも発表されているので、うんうん、その先、まあ、内緒はどっちにしろ、決勝気になるよっていう方も含めて、うんうん、一旦ちょっとご覧になってみるといいかなと思います。はい。あれですね、今までだと年末でバタバタしてたから、突破決まってないのに買わなきゃいけなかったりしてましたからね。そうでしたね。すごい、すごい時代でしたね。抽選とかなかったですもんね、あの頃ね、しかもね。だから買って負けたら相手サポに売りつけに行ったりとかありましたね。いやいや、もう風物詩でしたね、その風景ね。ちゃんと真っ当になりましたね。よかったです。はい、なんていう、天皇杯のチケット情報でございました。はい。篠さんからいただいております。このあと0時25分からのマンデーフットボールで、アンデルソン・ロペスさんが、出演されると。はい、これは TVer とかでも見ることができるそうなので、まあ、リアルタイム難しいよって方は翌朝とか、あとは通勤中とか、ないしは、ね、試合を待ってるまでの間にご覧になることもできるかと思います。マンデーフットボールでアンデルソン・ロペス選手出演予定でございます。はい、ありがとうございます。
言葉なんかありますかね。この2週間の間に実はあれがありましたね、ボッキングバトルその、ま、毎週やってますけどね最近、うん、はい、先週も全勝 で、うん、で今週もここまで昨日勝ってますもんね。で今日も、まあ、ここまではリードしてるような感じになってますけど、うんうんうん、ね、まだまだ強敵と当たってないっていうのもありまして、そう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 、はい、ちょっと今後期どうなるかわからないので、はい、ぜひ皆様、あとあれですね、Android の方々は、連携の仕方が変わっているので、そちらも要チェックということで、まあ、数回前のフトリコで触れてますけど、あれ結構、あれですね、反映までちょっと時間かかる感じがするので、そう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 、ね、はい、時間に余裕を持って、ぜひウォーキングをして、で、アプリを起動して、でなんかちょっと足りないなと思ったら時間を空けてまた起動してみてください。はい。はい。そんなところでしょうか。奈良クラブ引き分けだったんですか。熱いな。はい、優勝狙えるんじゃないですか、マジで。いやいやいや。はい。あとは、そうね。ホープのノートがちょっと話題になりましたけどね、うん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 、ついさっき公開されまして、ね、まあ、内容はぜひ詳しく読んでみてほしいかなと思います、うんうん、個人的には結構納得と言ったらあれですけど、うんうんうん、そういうことだったのねっていうのはちょっと腑に落ちたところもありましたね、うんうんうん、はい、まあ、彼も彼なりにやっぱり向き合ってやってるんだなっていうのが分かるノートになってますので、ぜひお時間になるときに読んでみてください。僕の感想は僕のツイートをたどってみてください。はいはい、まあまあ人それぞれあるでしょうからねはい、はい、そんなところにしましょうか。はいはい、それではフットリコ本日第302回目でした。遅くまでお聞きいただきありがとうございました。感想たれこみそのたもろもろハッシュタグフットリコでお願いします。放送翌日以降にはポッドキャストや YouTube スペースでのアーカイブ配信も行っておりますので、よろしければお聞きください、はい、ここまでアーカイブでお聞きいただいた方はポッドキャストのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、動画のいいねもぜひお願いします。お願いします。次回は10月25日金曜日22時30分からになります。それでは皆さん、さよなら、おやすみなさい。また金曜日。